99%解決の悩み相談通話者のナオですけど。いや、笑いすぎだろ、いきなり。どうしたの？おはよう。おはよう。お久しぶり。おぉ、母ちゃん、どうしたん？いや、元気しとるなぁと思って。いや、まあまあ、元気だよ、こっちは。そう、ちょっと久しぶりに上がりすぎて手震えんようやけど。震えてんの？アルチューとかじゃねえの？ブヒヒヒじゃない。今日、今何キロ？今、うん、聞いて、何この1ヶ月でな、うん、10キロ痩せたの。マジですごっ。やばいやろ。何キロから何キロになったの？120キロから110キロになった、うん、見た目大して変わんねえじゃねえかよそれ。いやいや、うん、いやめっちゃ頑張ったんよこれでも。そうなんだ。ほんでもな、うん、あの停滞期が来てな、うん、今めっちゃ食いてえのに我慢しようんよ、うんうんうん、もうあの腹減ってりすぎて、うん、あの焼肉の画像とか見てっから余計腹減るじゃん。いやもうなんか、うん、なんていうん、あの食えんけん、うん、焼肉の画像とか見て、うん、唾液流したの。唾液マジか、気持ち想像したらきっしょいんだけど。うん、ほんでな、うん、今日相談があるんやけどな、うん、ちょ最近っていうかもうずっと彼氏がおらんでな。だろうな。うん、うん、ほんでな、うん、まあ無愛はさ、うん、あの風俗の仕事やっとったやん、うんうんうん、次性処理はできよったわけよ。汚ねえ言い方。ほんで、うん、最近性処理ができんわけよ、うん、じゃけんな、うん、なんか変な性癖がついてな、うん、最近ツイキャス主のいろんな人とやるおる想像して、うん、まあ要はナボニーをしょるわけよ。俺だけじゃないんでしょ。でもね、そうやな、こないだのりちゃんでやったら笑いすぎてできんかったわ。いろいろ試すなよ。いやなんかいろいろ試したくなって、うん、でこの間ちょっと前はヤミーでやろうとして、うん、あなんかあんまりにもオーンって言われすぎて、うん、できんくて。でナーボーはしっかりできる。なんでだよ。なんで俺だけできる。足見よるだけでできるんよ。絶対もう出さないから太ももを。いや絶対出して、出してほしいの。オッケー分かった。ほんでなんかその彼氏を作ろうと思って、うん、でマッチングアプリとかやってみるんだけど、まあ全然返ってこんわな。おいどうなってんだよこの機械と思って、うん、誰が マッチングアプリ、あマッチングせんやねえかと思って。女の子結構マッチングするんだけどな。いや全然しねえんだよ。でな、うん、いやでも風俗帰るにしてもおっぱいもうわやだから帰れねえし。おっぱいわやって。いやおっぱいわやないもん。わやだよね、手術しすぎて、うん、乳首が3つぐらいになったんよ。いやマジでマジでマジで全然笑えんからな。笑えないよね実際3つは。いや笑えないけど、でも自分で見て結構おもろいけ、うん、ええんやけど、うん、得やん、3つもあったら3人できるやんいう話やん。そういうわけではないけど。そう、まあでもな、うん、いやこの間もうピークだったのはあの、うん、青春ポテトフライのな、うん、男時期の時のナーボーが良すぎてな、うん、いやあれでは何回も抜けたんやけどな。なんで抜くんだよ。やめろよ。そう、うん、ちょっと彼氏こんない。あげるもんじゃないでしょ彼氏って。いやてかこの間、うんナボーに結婚しようっつって、うん、コメント打ったら、うん、ああ今度ねって言われたから。なあ今度ってと思って、うん、いやだから今度しようかなと思って。え今度の今度が意味か分かんない。いや今度、あ、まあ、とりあえず会いに行くよ。ほんまに、うん、とりあえず会いに行くから。今度ナボーにせんで。いやナボーに、うん、ねえ今度会いに行くから。本当に、ほんとほんとほんと。いやいやじゃあヨールが私が会いに行くって。えいやおじゃああの乳首3つの乳首見してよ。いいよ、うん、いいよ。分かった。いや彼、じゃあ俺は多分、まあ、ワンチャン彼氏になるかもね。ほんまに、うん、でもナボーな、なんかもうそこら中の女たぶらかしておけダメや。なんでだよそんなに。だよいや、よう言うわ。そんなにたぶらかしない。そこら中の女続き放題してからや、うん、ほんまの。ちょっとだけね。ほんとちょっとだけ。あ、俺悪い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 。悪いねえ、ほんま。わかってない。でもよかったわ、声聞けて。うん、今日もハスハスさせてもらうわ。うん、今日もナボにしといてね。うん、ナボにするから。おーい。ちゃんと足出しといてよ。オッケー。うん、じゃあね。じゃあね。バイバイ。はい。